京都市中京区押小路通り鎌沢西北角の一角にですね、東三条院跡の石碑が立っています。摂関家当主の邸宅の一つでですね、その大きさは南北2丁にまたがっていたというそうです。藤原氏ゆかりのですね、大規模な儀式もここで行われていました。1114年ですか、東三条殿を含む所領は時の関白藤原忠実の所有となります。藤原忠道頼長兄弟のお父さんにあたりますね。後に忠道にですね、その所有権を譲っています。弟頼長を兄忠道の後継者にするという約束が取り交わされていたようなんですけれども、忠道にですね、嫡子元実が生まれたことによってですね、摂関家の継承をめぐり、対立が生じて、しまいます。藤原忠道、藤原頼長の仲はですね、次第に深刻化し、それぞれ、近衛天皇をめぐって鋭く対立。東三条殿はですね、その舞台の一つに、なりました。頼長を寵愛する忠実はですね、取り決め通り、頼長への継承を求め、源為義らを引き連れてですね、東三条殿に乗り込み、忠道を感動しました。その後もですね、忠道と頼長の対立は解消せず、東三条殿にはですね、頼長と結ぶ崇徳上皇方の軍勢が集結してですね、謀反を計画しました。頼長の留守中ですね、後白河天皇の軍が東三条殿を接収、これをきっかけにですね、後白河天皇忠道側とですね、崇徳上皇頼長側による方言の乱が勃発することになります。その方言の乱なんですが、清盛隊300騎、義朝隊200騎、足利義康隊100騎がですね、東に向かって、午前4時頃、上皇方との戦闘の火蓋が切られました。上皇方はですね、源為朝が得意の号泣で獅子奮陳の活躍を見せ、清盛隊は多くの死傷者を出して撤退するんですが、代わって義朝隊が占領します。義朝はですね、兄に向かって弓を引けば神仏の覚悟を失うぞと言うんですが、為朝はですね、では父上に弓を引くということはどうなのかと言い返してですね、義朝は言葉に窮してしまいます。そして再び、大乱戦になります。義朝の坂東武者とですね、為朝の鎮西武者との間で、火花散る、壮絶な戦いが繰り返されるんですが、決着はつかずですね、攻めあぐねた後白河陣営はですね、源頼政隊を投入、義朝の剣策を入れて北殿の隣にある藤原の家成邸にですね、火を放ちました。やがて火がですね、白河北殿に燃え移って、上皇方は総崩れとなってですね、崇徳上皇や頼長は逃亡、戦闘は終結しました。その日のうちにですね、忠道を当時長者とする宣旨が下され、清盛は播磨の神、義朝は左馬の神に保任され、昇殿を認められます。逃亡していた崇徳上皇が仁和寺に出頭してですね、その後讃岐に流され、二度と京の地を踏むことはなく、8年後にこの世を去りました。頼長はですね、脱出中に矢がですね、頸部、首ですね、に刺さって重傷を負い、出血による衰弱に苦しみながら、逃亡を続けるんですが、父にも拒絶されてですね、その失意の中絶命しました。清盛は播磨の神に任じられるんですが、武士に対する処罰というのは厳しくてですね、叔父忠政の斬首を命じられ、執行してしまいます。それは義朝も同じでですね、手柄に変えて父や兄弟を助けたいと訴えるんですが、これも却下、父や幼い弟たちをですね、切ることになりました。これらを取り入れた新税の厳しい処置ですね、これがまた新たな禍根を生むことになります。方言の乱はですね、武士が貴族に代わって台頭する一因となり、源氏と平家、領有がですね、衆を決する時っていうのは、そう遠くはありませんでした。
もう一人源為朝なんですが、合戦の傷が元で病にかかり療養先で捕らえられました。為朝はですね、武勇を惜しまれて除名され、伊豆大島に流されるんですが、傷が癒え、その号泣が戻るや否や再び暴れ始めてですね、伊豆七島を支配する大王になったとか、ならなかったとか、